はい、どうも、スバター7年ということでね、今日はね、この AK びっくり版チョコを、開封します。で、このね、AK びっくり版チョコなんだけど、なんでこんな区切って言ってるのかというと、連続読みやばいでしょ、これ。AK びっくり版チョコ。こんくらい開けないとね、やばいよ、バーされちゃうもん、ほんとに。で、今回狙うのはもう当たり前なんだけど、俺の大好きなね、サッシーと、このジュリナちゃん。もうこの二人でも鉄板。もう鉄板焼きだね。もう大好き、俺。うん。あれ、お前眉毛じゃねえのみたいなこと言うかもしんないけど、いいじゃないか。いいじゃないか、別に。この二人好きでも。で、まあ、いつものね、ように、ね、俺のなんか、その芸能界でのエピソード、もうこの二人ともなんか、撮影一緒になったんですかみたいな思うかもしんないけど、今回なんもないから。うん。そんなね、俺、そんな、こういう動画やるためにね、実はこの人とエピソードがあります。そんなないからね。その期待すんだよ、そんな。はい。ということでね、じゃあ開封していこうか。はい。そう、ちなみにね、この二人、この二人のうち、どっちも出なかったら、俺、手首切って、自殺するんだ、俺。はい。もしくは、首つって死にます。はい。ということでね、開封しましょう。うん。あ、やっぱ、俺死ぬね、怖いから、死なない。うん。あ、代わりにじいちゃんに死んでもらおうか。うん。あ、もう死んじった。2週間前死んだんだっけ。はい。こういうこと言ってるとね、また非常識だとか言ってバットつくんだよな。ほんとね、バットつけて楽しいの君たち。あれ？何これ？これ、はしょり方半端なくない？これ、ひどくない？はしょりすぎだろ、これ。はしょりすぎだよ、これ。あれ？落っこちてたの？これ。はしょりすぎだし、これさ、もうなんだろう、この前のマユとかがさ、シールになった時もそうなんだけど、なんかさ、このメインの子たちと比べてすごい雑だよね。なんか個性をわざと潰してんのかな。うん、なんか、すごいなんか、手抜かれてかわいそうだね、これ。うん。違うもんね、描き方がね。うん。ちなみにグリーンハウスさんにね、こういう絵を1枚ね、描いてもらうと10万円取られますから。はい。じゃあ次。あんま時間かけるとつまんなくなっちゃうから。頼むぞ、つりなちゃん。あら、ごめんなさい、知りません、この子すんなっちゃう。あれか、いや、でもひどくね、この扱い。ひどいよ、これ、ちょっと。うん。あと、3つ。やべ、俺、自殺しなきゃなんねえよ、これ。うん。人生死んじゃったから、代わりに死んでくんねえしな。おっと、知らないっすね。え、何個あと？あ、2個しかない。これ出ないんじゃないか、これ。で、まあ、できればサッシーが。うん。この子ね、トーク回せるからね、うん、1位でいいんじゃない？トークほんと、ボケもツッコミもさ、拾うのも上手いしさ、トークを次に繋げるのも上手いしさ、うん、ほんとバラエティでほんと無敵だよ、この子。別にいいじゃん、1位でもなんか、文句言うやついるかもしんないけどさ。あー、まだ走られてる。これ、かわいそうだよね、こういうのね。こういう差別を露骨にするなよ、女の子に対して。おい。次、ジュリナちゃん。ほんとね、ほんと、初めて見たときね、秋葉原の、ドンキホーテのさ、たこ焼きがあんたこ焼き、あそこのポスターのね、ジュリナちゃん見たとき、なんで可愛い子なんだろうと思ったけどね。まだあんのかな、あれ。あー、出なかった。オチがないな、これ。